まあ、一応僕が芸能界に入った生い立ちはもう皆さんご存知だと思いますけども、大体14、15の頃ですね、東京に出てまいりまして、で居候生活が約1年ちょっとありました。そんな中で、デビュー前、女学生の友という雑誌で、芸名を募集したわけなんですけど、約6000通の、お手紙をいただきまして、まあ、はがきとかいろいろありましたけど、その中で城秀樹とか、それから龍哲也というなんかそういう名前もありました。どっかで聞いたことありますけども、で一番僕が目についたのは西条、西の城じゃなくて条件の方ですね、書いてたんです。で広島に西条市っていうのがあるんですが、なんとなくやはりこうふるさとを思い出させるようで、馴染み深かったということと、それから西条秀樹のあのこの自覚っていうんですかね、それがもう非常にこう気に入っておりまして、そうか西城周期かとかいろんなことを冗談で周りで言われたりしながら、とりあえず芸名が決まりました。そして、デビュー曲恋する季節をいただきまして、アパートの屋上でいつもあのカセットでこう練習しておりました。で初めてのレコーディング、青山かどっかその辺だったと思うんですけどね、まだ学生服を着てスタジオに入ったんです。緊張して声が出ないんですだってね、あ困ったな、もっと笑って、はいなかなか笑えないんです。昔からあの大体こう笑顔を作るのがなんかこうはいやってと言われてすぐできる人ではなかったんですね。不器用なところがありまして、でだん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 周りの人がこう雰囲気を盛り上げてくれて、やっとデビュー曲を取り終わったとき、あこれが僕の最初の歌なんだな、まさか今思うと秀樹なんて呼ばれるとは思ってもいませんでした。であるラジオ局の前で秀樹って呼ばれたんです。でサインしてくれませんか、まだそのデビューした何曲かレコードを出すまでサインしてくださいと頼まれたことはなかったんです、本当に。でもう 2,3 作出した後に初めてサインお願いします。その頃のサインは丁寧でした。今でも丁寧つもりでやってるんですけど、で秀樹と呼ばれて、あそうだ僕は本名木本達夫ではなく今はもう西条秀樹なんだと、だん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 秀樹はなんとなく自分の中に入ってきて、そして今は木本達夫、西条秀樹ももう心同体、そんな感じです。一つになってます。これからお送りするメドレー、皆さんにとっても縁がある歌もあるんじゃないかと思います。この曲から聴いてください。君と君と二人瞳を伏せながら強く強く熱い心を感じる。恋する季節にはまだ早すぎるけど、今のうちに確かめたいさ何かを。雨の日の日曜は我慢できなくて、つぼみなら柔らかく抱きしめよう。泣いたね僕の口づけ、こらえきれず君を抱きしめたのさ。星を見つめて恋の約束、それが最後君に会えなくなった。なぜに怖いの、愛し合うことが僕の涙は誰が拭いてくれる恋の罪。
ださいよ。チャンスは一度、逃がしはしない、君を奪って抱きしめるのさ。チャンスは一度、イエスかノーか、かけてみるのさ。ジョーカーを投げて、ああ神に誓うよ。ああ好きなのは君だけ、君だけさ。チャンスは一度、火花を散らす若い二人に奇跡はあるさ。沈む夕日が空を染めても、溢れた僕の涙は止まらないのさ。君が好きだよ、燃える想いをなぜ受け止めて、ああくれない。君に幸せ僕はあげたい。なぜ口づけに顔を背けて離れてゆくの。愛に命かけた奴は誰だ。傷にまみれ抱いた奴は誰だ。愛の辞書にある文字は白くきらめく稲妻みたいな情熱だけ。止まるな、負けて戻る嘆くな。人の仕打ちに信じろ、君のためなら俺が戦う。君が死んだら俺は死ぬ、でも俺が死んでも君は死ぬな。しゃべるな、何も言うな。何、炎が見えたか、君を愛する炎が見えたか。さあ飛び越え、抱いてやる、抱いてやる。ああ心が熱い。常識じゃとても止められない。君はどうする。俺と燃えるかい、涙流して俺と揺れるかい。甘いバラの匂い肌につけて来いよ。罪な思いもしよう、刺激的にやろう。ああ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 
あなたにさよならを。腕の中のバラ色の肌をもう一度抱きしめて見つめ合い、愛してはいけないか。幸せに裏切られ泣かないで、あなたそして僕まで。小さな橋を渡ろう。